湯豆腐です。昆布とキノコで出汁を取るタイプの湯豆腐。ね。酒、にんめし、おみじおろし、とろろ芋。はい、ご飯。え。よいしょっと。よいしょ。いただきます。もうおよいに鮭を先にやった方がいいな。よし、もう湯豆腐をね、うん、さっきほらあるで、ほらさっき食べな、鮭食べないの？ん？鮭食べないの？ん？ほら。どうしたの？湯豆腐。これがうまいんですよ、これ。このキノコでね、出汁を取るのが一番いいですね。舞茸とね、これもかけちゃって、これ、この大根おろしの醤油かけたやつ、ご飯に合う、大根おろし、
すごいな、目やに。ごちそうさます。じゃーん、よいしょ。おいおい、下でなんかやってるから顔拭くからおいでって言っても来ないので しばらくすると来るんですよ。だからその間やっぱり飲むしかないんだよ。お、今日はジャックダニエルなんで、ちょっとだけ、こんだけ、こんだけ飲む。すごいんだろうな、このもう匂いだけですもう酔っ払っちゃうねこれ、いいね。もう香りだらけ。なんと何の香りかわかんないけど、もうとにかくもう香りがもうプンプンするんで、うん、それでいてアルコール度数は40%なこれね。すごいこれ。普段あのサントリーのね、飲みやすいウイスキーを飲んでますのでね。よいしょ、よいしょ。これ連れてきました。ああ連れてきましたよ。担いで担いで連れてくるんだけど。ハハ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 ハ。なぜかこのご飯食べると涙が出るんだよね。それで目の中のなんか目やにがねこうバーッと出てくる、洗い流されて、ね、で顔中目やにになってるんです、うん、これ何やってんだよこれ。おいで、うん、うん、目、わあ、あし、リミ、うわ、あ、うん、去年の今頃はもう。私見ても
近寄らない感じだったからね。まあこんなちっちゃかったけど、怖がってた。だから顔を拭いてあげたかったけど、顔も拭けなかった。目なんてあの時炎症してたしね。ちょうど今頃が、最後の治療に、病院に連れてった頃だね。寒い中病院連れてったもんな。よし、もう今はもう病院連れて行かなくても大丈夫ですよ。もう、ここまでなりと。ね。はい。よいしょ。こんにちは。